頭もこうカチになってるかも。始まる。はい。ということで、夕飯時18時となりました。ここからのお時間は、よもぎ蒸しわかりんのほっこりポイント。いや、皆様お待ちかね。18時となりました。この時間のパーソナリティを務めさせていただきます。島田市でよもぎ蒸しの施術を針鍼灸の先生のところでさせていただいております、市川和歌子が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。毎日ね、暑いですけれども皆さんお元気でお過ごしでしょうか。元気は当たり元気は元気はね。ということで本日のゲストは18回目となりました中高生の母、吉川恵理子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。先ほどのね、姫塚さん以上に、もう5回ぐらいね。ちょっと。お気に入ってゲストで来ていただいておりますけど、りちゃん、姉ちゃんやるよ。はい、待ってくれてる。はい、はい、せーの、ほっこり。はい、可愛く今日も決まりました。あーってことでね、そう、皆様ねお待ちかねなのでこのポーズはいつもやらせていただいております。ありがとうございます。誰も待ってない。はい、よろしくお願いします。ということで今日はね、吉川さんは中高生のねお子さんが、上の子が高校2年生の男の子で、下が中3の女の子がね、ます、はい、はい、お母さんということで、私はもうね娘が成人してるので、今時のねお子さんのことでちょっと最近ね参加してきた勉強会があるということで、今日どうしてもお話ししたいってことなので、吉川さん、はい、はい、お願いします。先週子どものスマホ事情っていうので、うん、ちょっと講座に参加してきまして、うんうん、今なんかすごい依存してきてるっていう子どもたちの、ね、うん、スマホとかゲームとかのタブレットの使用とかも依存してきてるから、ちょっと考え方を改めて、もっと自然豊かな空間を作りたいなって思いました。おお、どこでやったんですか？それは学習センターの PTA みたいな介護、うん、藤枝のね市内で、うん、やってたんで、ちょっと毎年やってるんですけど、うん、コロナ禍の中ではちょっと3回中止になっちゃったので、今年はあるもんでって言って行ってきました。あ、何人ぐらい、お母さん方？20人か。あ、20人ぐらいかな。おいたんです。でも藤枝市で年に1回やって、うん、まあ、そう、毎年7月の頭ごろにね、うん、やってるんですね、講師の人呼んでやってて、うん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 、なかなか子どものスマホがやっぱ依存が傾向がこうあるんだ、あるな。でもいざとなったらやっぱね、自分では直していきたいから、うん、少なくそのか、使用量を少なくしていきたいんだけど、うん、やっぱ周りもがもう使ってきてるので、うん、そう、ちょっと、ね、やめれないっていう、やめれないので、うん、他に何か手をと思って今か模索中で話を聞いてきました。あ、やっぱ増えてるんですね、全体的に。で、寝不足っていうのが本当の一番大いい、敵ですね、今。そうなんですね。そうね、それを今ちょっとね、どういう風にそこを直すか、生活のリズムをちょっとね、ちょっと華らかした気持ちを持たせたいなって思って、携帯から離れた生活をしたいと。
それってどうなんですか、キッカーさんを持ってても周りのお母さんたちもどうなんですか。周りのお母さんちも本当のとこはそう思って、そう思ってると思うんですよね。思うよね、そうよね。そう、隣にね、人がいても携帯でこうねやってるっていうのはちょっとそれはなんか寂しいなって最近本当に思って、今いろいろちょっとね模索っちゃう。で栄養が足りてないから栄養を入れてね、栄養、睡眠、スプーン、あのなんだ、運動心がけたいなと思って日々奮闘してます。確かにね。だから私が子育てしてた時はまだ携帯電話は高校に上がってから持つっていうのが周りのお母さんたちとのこう決まり事ってわけじゃないけどね、まだいいよねって。でも今ってもう小学生とか持ってるのでね、ちょっとね体に害が出てくるのよねっていうのは最近ほんとつくづく最近思って、周りもやっぱ電磁波とかね、あるから、そういうのもアレルギーにね、発展しちゃうから気をつけてきたいなと思って、いるですね。そっかそっか。できることといったらやっぱちょっと栄養面、ちょっと自分なりにここは改善してた方がいいかなとか、睡眠はなるべくここまでは寝させたいなとか、そういう感じでね、やってるね。じゃあどういうことを今、じゃああれですか、えりちゃんの中で。でも子供さんってなかなか親の言うこと聞いたりしないじゃないですか。それはなんちょっとね、笑いを交えながらっていう感じで。例えばちょっとね、お笑い風というか、ちょっとね、ニヤ顔とか変顔して、言ってんの。ちょっと披露してよ。ちょっとのスタンダーちょっと変顔こうとか言いながらちょっと話しかけて、笑いがちょっと気持ちがあれになった時にあんこはっていうのがあるんだよね。じゃあその公園の中でちょっとこう親とのコミュニケーションがあったら携帯も離れられるみたいな、そういう空間を作ってね感じだから、ここ自分のね、なんていうの、癒しは自分で見つけれるように、携帯じゃなくてね、っていうのが最近思って、自分も好きなことをやってるとやっぱそれで満足、で気持ちも穏やかになれば周りの人にも穏やかに話せるしっていうストレスが消えね、和らぐっていうのがある。そっか、なんかあれだね、子供たちにアンケート取って、なんで携帯見ちゃうのっていうところからじゃないのかな。暇だからとかさ、暇だとなんか、それをこう親での家族での会話とかあったりすると、えりちゃん言うようにね、面白い笑いとかになっていったら、うちがさあんまり携帯依存してないから分かんないんだけど、こう会話とかがあったりするとさ、携帯いらないじゃん。いらないけど、今ってその友達と LINE してるんじゃない。でも LINE とか携帯してると抜けられない。抜けられない、ね、それもある、そういうのちょっと、なんかね、すごいね、そらしたいっていうね思うね。自分でここは絶対使わないよっていう風なのを自分なりにできたらなって思う。自分なりに、っていうね、まあそういうのがあって、なるべくそっちへ向かせるようにできたらなって思ってる。あとなんかやってることあるの？なんか栄養面って言ってたけど、栄養面がちょっとミネラル、ビタミン、オメガ、そうかな。あとプロテインも最近飲んで、今夏だからだんだん暑さで、今日も学校が熱中症
対策で半日、うん、になってしまって。そうなの？学校え、どっち？中学高校？中学。中学が半日で帰ったの？そう。へえ、何、熱中症対策で半日？そうで、運動部は部活や休んでくださいみたいな感じでちゃって、半日で終わって帰ってくるの？給食食べて帰ってきた。へえ、暑いかな？そう、だから35度以上今日予想って言ってね、うん、朝言ってたけど、うん、まさかなと思ったら本当に今日、ね、一斉メールで来て、うん、帰ってくるの？帰ってきて、あともうちょっとで夏休み入るからねと思いつつも、そうなんだ。そう、それを聞くと自分なりの対策をね、自分でできれるようなように育ってたらと思って、いろいろ自分なりに模索して、ミネラルビタミンメガ取ってるんですか？取ってね。で、やっぱ携帯とか本当スマホとか触ると、手もね、やっぱ 手先のあれも来るみたいな感じ。冷えとかね。ああ、電磁波でね。そうだもんで、前ね、知り合いの知り合いから聞いたんだけど、うんうん、電磁波がすごい、電磁波からもアレルギーって言ったもんで、うん、いろんなところからそう使いすぎ、うん、程よく使うようにしてくれたらなと思って、うん、そうだね。ミネラルとかビタミンオメガ、なんか前私電磁波の勉強会行った時に、うん、栄養素として孫は優しいって、うん、孫は優しいっていうね、よく言うよね。え、じゃあ、まは、ま、豆。あ、よくできました。ごはごま。お、すごい。わはわ、わかめとか海藻類。おー、すごい。やは、や、野菜、や、や、野菜じゃなくてなんだっけ、一緒。野菜かな、私も野菜かなと。野菜、野菜、サシスセソはよく聞くんですけど、ね、野菜、野菜かな、野菜だったら。シは塩とか、あ、シじゃない、なんだ、シイタケ、シイタケ、そうそうそう、シイタケ、ヘイタケだ。サシイ、イはなんだっけ、イは何、イはなんだっけ、今イモ、あ、そう、イモ類、イモ類ね。シイタケはなんだかの栄養素がすごい豊富って言ったから、ね、なんだ、ビタミン D とかじゃないの？D、ね、ビタミン D よね。そう、私の方が詳しいじゃん。そう、孫は優しいがね、電磁波に行って習ったけど、やっぱそういうのをね、そう、取り入れていきたいね。取り入れていく、大事だね。そこにはミネラルがやっぱり必要が、うん、じゃあお料理とかでプラスしてるの？てか、ちょっとサプリで、サプリメントで、液体のサプリメントをちょっと使って、学校行ってます、出してます。そうだね。昼夜逆転しちゃうもんね。それでも、そう、あ、すごい問題だよね。じゃあエリちゃんはそうやってちょっとね、うんうんうん、補っていけると、うん、私今なんだ、発達障害とかさ、学習障害とかもちょっと勉強してるんですけど、タンパク質と鉄って書いてあった本に、あとビタミン、タンパク、鉄大事って書いてあった。鉄大事って言って言ってた。やっぱそういう、なかなか今鉄がだんだん不足してるっていうんで、ね、鉄液にね、やっぱそっちもあるからね、あるんだね、やっぱで、でもね、鉄だけ取ってもやっぱり鉄が吸収できないでしょ。なんかちゃんといろんなものの組み合わせね、バランスをよくね、飲める、食べていけたらなと思ってます。この辺エリちゃんがね、いいもの知ってるってことなので、お問い合わせはきっかえりこさんまで。そう、今でもね、すごい勉強、山口わかりんっていう感じで、山口わかりんで、ほっこりだよね、ほっこりやったあの問い合わせね、してくれれば本当ね、今ちょっとですね、そういう面でね、ちょっとでもね、なためになって身につけてもらいたいなと思って、そうね、そう、やっぱ電磁波ね、こう携帯もそうだし、私やっぱ電磁波弱いので、携帯持ってるだけで冷えてくるの。そういうのもやっぱ影響あるんだ、ね、そう、あ、そっか、そう、栄養とってなるべく話す、デジタルデトックスっていうのもそう、そうです、もうね、山の中で暮らしたいね。
一ポツンと一軒家っていうのね、そういうとこで暮らしたいよ ね、理想は理想はね、私この間ちょっとね、そういうお家に行ってきたんだけど、めっちゃ気持ちよかったです。そうしたらいろんなことになんかね、自分に身につくな、良さがね、良さが ね、で自然のその持ってる五感とか感覚とかが自然の中にいると目も蘇ってくる ね、 ね、そうそうなんですよ、ね、そういろんなところの刺激を与えてね、痛いね、そういうとこで暮らしたいね。でもなかなかやっぱ今ね、若い子っていうかさ、は便利な方に行くから、なるべくちょっとずつでも自然な環境に戻っていく、一時ね、そういうところを使用するというか体験をっていう、そうだね、そうだね。でももう気になってる人はそういう生活も知ってるよね、少しずつね、ね、そうね、土日の夏休みとかさ、利用したりとかね、してみたいなとかもね、いいね、そういう自然の中の生活をちょっと週1回でも、そうね、味わってね、何が今こういう状態になってるけど本当はこういうのもあるんだよっていう、ね、そうするとね、ちょっとね、意識がちっと変わってくるかなって思う。メガネの子も多い、目がけの子も多い、コンタクトの子も多い、だから面者さんも増えてきてる、ね、あ、そうなんだ、面者さんの方が混むって言うよね。ああ、そうなんだでもさ、結局は目も鼻も耳も口もつながってるから、どっちかがいいって言ってもどっちかが悪いっていうのもあるからね、全体をね、やっぱバランスよくね、ケアして栄養を与えてくれたらなっていうのは本当にあるね、あるね。私ね、自慢じゃないけど、ずっと目は良かったのよ、 2.0 とか 1.5 とか視力はね、良かったんだけど、老眼が、そう、40代中旬から来だしてね、見えないってこういうことって、見えないっていうのがやっぱね、目って大事よね、本当はあの、夏は夏で紫外線があるもんで、私はこの頃本当サングラス、かっこいいよね、エリちゃんのサングラスくる姿で、ね、今年仕事中も 1日2日この頃で、窓際で仕事してるもんで、そんな光がすごい来るもんで、私だけ時々ね、わからないようにサングラスかけて仕事しちゃう時あって、大事よねそうか、キカさんずっと目悪いの、中学ぐらいから、高校になって本格的に メガネしたかな。あ、そうなんだ。最近ほんとミシンやり始めてから、本当に針とんないとんない、ひそかにちょっとやばいって思って、やばい、ね、なるべく目は気をつけて、ま、なんていうの、目をこう血流良くするっていうかね、マッサージじゃないけど、なんていうの、目の周りをこうし、あの、ほぐすっていうの、大事だね、やってるね、ほんとね、なんかもし若いね、中高生の皆さん、ね、もし見てたら、目は大事ですからね、人に言えないじゃん、目が見えないっていう感覚がね、やっぱ目が悪いと、ね、他の人にどんな風景とかになっちゃうじゃん、やっぱ自分でねそうそう、目にはね、ルテインとかね、言いますけど、やっぱそういうのも、そういうのね、ブルーベリーとか、そういうのをやっぱちょっとね、補って、ね、ブルーライトもね、そう、すごい、本当なんか昔私たちが子供の時のなかった病気が、ブルーライトって聞いたこともなかったもんね、なかったね、ここ最近なのね、そういうのもね、気をつけて、なんかいっぱいいろいろ今の、ね、生きていく中では必要なものが、必要っていうか抜けられないものがいっぱいあるから、使いながら栄養を取っていくっていう考え方、でなるべく家族でコミュニケーションを取って、一つでもいい、何でもいいか、一つ話題がね、みんなと共有するものを持って過ごせたらな、過ごしてね、生きたらね、えりちゃんってなんか共通の話題あるの、キッカー家のなんか、キッカー家の共通の話題、共通は今はちょっと、そうだね、なんだろう、アニオタとかないの、推しとかって言って
ね。推し、推し、何の推し、推しっていうか、 なんだろう、今音楽かな、音楽、音楽、なんか共通の好きなてか、うん、今はね、上が今吹奏楽やってるんでね、うん、サックスをやってるんですけど、うん、いいね、そう、なんか演奏聞くのが、それでよく番組とかでね、うん、いろんな学校の吹奏楽を取り入れてるのを見ると感動しちゃって、うんうん、あ、いいよねリズムに乗ってちょっとそういうの聞くとやっぱね、いいなって、え、家族でさ楽器やればいいじゃん、えちゃんなんかできないの、できない、できない、やってこうよ、何にもやってないね、息子さんとコラボしたらいいじゃん、セッション、ね、こういうところでちょっとね、ね、サックス持ってこうやって吹いてもらいたい、いいね、えりちゃんなんかキーボードとかやれば、私何もない、カスタネット、あ、カスタネット、カスタネット両手でこんななってやんないよ、こうじゃないの、カスタネットはこういう、ね、私何がで、いいじゃない、ターンバリンでも、ね、そういうのだね、トライアングルとか、そう、サックスとできるのかな、ね、なんかやってやれって、こういうところでね、うちの子の、え、楽器やんなよ、楽器やんなよ、ちょっとね、うん、そういうのもね、最近家族で、そう、家族でさ、うん、楽器やったらいいよ、うんうん、なんかね、うん、そういうのも楽しみ、そういうので、ね、こう携帯見る時間が減ってくとか、ね、と、ね、一つじゃない、うん、絶対楽しいと思う、それかもうちみたいに共通のアイドルが、うん、ね、あれば携帯の時間も減るんで ね、そういう楽しみをね、そう、ちょっとね、うん、いろいろ家族共有のね、あれば作ってこう、密かにこう、いいかもね、うん、話してこれ今日なるかな、話題になるかしとか思って、ね、偉いね、努力してるねでも息子たちはチーンみたいな感じ、チーンもあるもんねきっかけの子、なんか、なんかそういう、そう、家の中が、そう、もう最近は本当上は友達といる方が、ね、いい、それそうだよね、うん、でもバイトとかさ、うん、そういうのもすごいいいし、そう、うちの子は今ちょっとね、とあるね、うん、あのセブンとかで、とあるセブンとかでとある場所のセブンでバイトを始めてほうほうほう頑張ってるんで、うん、そう、なんかね、そういうところでも自分の趣味をこう活かせる空間をね、自分なり持ってたらな、この先自分の強みがいろんなね、ちょっとのあの何刺激でいろんなこうね、そこだけじゃなくて周りのね、必要な部位ね、ものにこう、ひ、あの何て身について興味を湧けば、うん、いいね、いいね、って思って今はいます、うん、楽しみです、えらいよね、キッカーさんちゃんとさ子供たちの将来考えているもんね、うん、てか、そう、 私の妄想がすごいんで、うん、妄想、妄想だね、これをしたらこうなってくんだろうとか、いいよ、そういうのをちょっとね、そう、これやったらこっちの方も行くじゃん、これはこれに対してこれが必要だからこれもいいじゃんっていう、そういう発想もね、似てこないかなってちょっと思ってるんだけどね、そうね、え、でもキッカさんももう昔からそういう妄想族なの？ないです、あ、ないの？ここ最近、ここ最近でしょ、ここで、そうやね、まあ息子さんちもね、これからそうなって、そう、ちょっと自分でね、自分なりのなんていうの、あの発想を生み出せたらな、うんうん、大事だね、で、まあ、楽しみです、そういうのもね、なんかみんな、みんなができるからね、自分の子もできなきゃとかっていう考えじゃなくて、うん、強みをお母さんが、そう、そう、一つあればそれに対して何が、必要かで、うん、その必要性がここね、もっと広がれば、うん、ね、面白いじゃんねって思う、面白いよね、そう、それは日本にとどまらず、ね、海外に行ったりもいいし ね、私は海外に全然興味がない、ない人で、今も今言われると、あ、いいなって行ったことないから、嘘か、そう、あの、まだイメージだけで終わって、そうだね、体験してみるのいいね、私は北海道とか沖縄のところで満足しちゃってる海外見てきて、海外行ってみ、行けたら行ってみたいなって言いたいけど、世界広いから、もうそれはそれのイメージ、イメージでやってるだけね、このね、エリちゃんと私の、ね、あのヤイズ TV も世界に発信、ね、発信
続けれるように続けて、ね、これからもあのまたゲストとして、ね、出ていろんなお話をね喜んでと思いますが、お願いします、ね、ちょっと楽しく、ね、楽しくいろいろ聞いてる人がもっと豊かになるような、ね、そうね、なればありがたいです、うん、続けていきたいと思いますので、また皆さん教えてください、はい、ということで本日のゲストは田中恵理子さんにお越しいただきました。本日も皆さんご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この後の18時30分からはデブ巻きチャンネルじゃない、違う、間違えました、デブ巻きチャンプルーですね、192回ということで、本日のゲストは YouTuber の岡田ジャパン再びですね、はい、ぜひご覧ください。ありがとうございます。